黒竜江省の大雪の後、ハルビン市イラン県では、虎が山から降りて、食べるものを求め、牛を噛み殺してしまう事件が発生しました。一方、コリン市コトーチンでも、虎の足跡が見つかり、住民の犬が虎に噛み殺されたことが発生しました。中国メディア11日の報道によると、黒竜江省コリン市コトーチンで、虎の姿が発見されたといいます。コトーチンで住んでいる李さんは、9日朝、犬に餌をやりに行ったところ、犬がバラバラになっており、全身が切り裂かれているのを発見しました。李さんの推測によると、犬が虎に襲われた可能性があるといいます。同日、コリン市当局は、7日以降、コリン市コトーチンの川岸と周辺の村付近で野生の東北虎の姿が確認され、少なくとも2頭がコリン市内で活動していると発表しました。コリン市だけでなく、ハルビン市イラン県でも虎の姿が現れました。8日、イラン県タチレンガチン新活村の村民が村で飼育されている牛が噛まれて死んだと明らかにしました。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。